はい、皆様お揃いになりましたので、もう一度盛大な拍手をお願いいたします。本当に日本公開おめでとうございます。もう金曜日から公開になりまして、本当に多くの方に、ね、お越しいただいておりますが、今日も平日というのにね、こんなにたくさんの方に、足を運んでくださいました。それでは皆様よりお一言ずつご挨拶お願いしたいと思います。まずはスピさん、お願いします。はい、スピです、このような時間をいただいて本当にありがたいと思ってます。僕舞台挨拶初めてなんですよね。え、そうなの？こんな規模ではないですよ。これなかなかないですよ。なかなかないですよ、この景色は。本当に駆けつけてくれてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして堤監督、お願いいたします。はい、雨の中ね、たくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。だいぶわがままな映画なんですけど、楽しんでいただければと思っております。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは脚本原案の一ノ瀬さん、お願いします。はい、原作脚本を担当させていただきました一ノ瀬恭介です。この作品はですね、6年ほど前、僕が32歳の時に、本を書きまして、それを、一度舞台にした時に監督にご覧いただいて、そこから、こうして映画になって、全国の皆さんに見ていただけるということで、本当に感慨深い思いでございます。本日はぜひ楽しんでいてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは横澤プロデューサー、お願いいたします。はい、プロデューサーの横澤です。本日は足元の悪い中、こんなにたくさんの方々に、お越しいただきまして、また、劇場公開が本当に実現したこと、本当に心から、嬉しく思っております。今日はぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は、たくさんの、ね、お話が聞けるといいなと思っております。それでは、こちらの焼き棒の方にですね、お座りいただくのですが、ちょっと準備をいたしますので、ちなみに少々お待ちください。焼き棒ですよね。はい、そうですよ。これダメになっちゃうやつですよね。人がね、人がダメになっちゃう。ラクダもダメになるやつですね、これ確か。気持ちいいですからね。今準備しておりますこれもう前代未聞、こちらも前代未聞ですよね、本当に。じゃあちょっとお座りをいただきましょう。こういう後ろに誰かつくものなんですね。座っていいですか。あ、どうぞどうぞお座りくださいませ。それでは皆さん同時にお座りください。はい、そんな感じでね。いや、これはやばいぞ。いいですね、これは。どうですか、この絵、すごい。ね、実は今回この映画と予備部さんがコラボをしておりまして、人に究極の癒しやリラックスを与える予備部のこのソファーと、シュールだなこれ、人間の感情の癒しとは無縁の AI まさに水と油のコラボレーションとなっておりましてですね、実は映画の、ね、公開 SNS ご覧になった方いらっしゃいますか。スピさんが AI アンドロイドとしてこの予備部の、ね、ソファーと触れ合って人の感情を学ぶというショート動画15本がアップされておりますので、ぜひチェックをしていただきたいと思います。スピさん、なんかその撮影も大変だったんですよね。そうですね、一日中ヨギボーと戯れてました、はい、ねえ、本当にお疲れ様でございます。ゆっくりとリラックスしながら今日はお答えいただければと思います。さあ、ここからは本当にリラックスできますね。そうですね、背筋が伸びていいですよね、これ。そう、意外と背もたれできるっていう。できますね。不思議なもんですね。これを持ち帰っていいってこと？いや、違います違います。ダメですダメです。違う違います。あ、そうですか。違うかもね。はい、じゃあここからはマスコミの皆様のフラッシュを使っての撮影は一旦お控えいただきますようお願いいたします。さて、もうリラックスモードに入っていらっしゃいます監督にお伺いしたいんですけども、私ですね、はい、本作本当に類を見ない企画なんですがすいません、もうちょっとこっち出てきてもらっていいですか。あ、そうですね、はい、それぐらいがありがたい。このぐらいで、はい、これ見えますか。はい、ちょっとこの辺までそれちょっと向こうの人の妨げになる。そうですね、じゃあこのぐらいでいきますね。いいとこで、はい、はい、ぜひぜひこれね、本当に前代未聞の企画でございますので、映画化のこの経緯を経緯、はい、まあ、先ほど一ノ瀬さんがおっしゃったように、まず舞台ありき、ね、でそれを私は見まして、 なんて不思議かつ面白い刺激的な舞台なのかと。実際は舞台においては生の演奏でありますとか、ダンスでありますとか、色とりどり、あれこれあったわけですけども、まあ、とにかくでもそこに浮かび上がってくるテーマっていうのがなかなかインパクトがあって本当に感動しましてですね、私確かすぐその場でこれ映画にした方がいいんじゃないですかみたいなことを言った記憶がありまして、はいはい、でそうこうしているうちに本当に映画にしましょうとなったんですけど、はい、まあ、
いろいろ紆余曲折あって、ある日突然、これ15人役者いたんだけど一人でいいんじゃないかっていうのが降ってきましてですね、それで今回こういう形になったと。それ以上深く聞きたい場合は後ほどまた質問をお願いします。わかりました、はい、ありがとうございます。というわけで一ノ瀬さんにお聞きしたいんですが、はい、はい、1人15役ということを聞いたときにはどう思われましたでしょうか。当初監督からアイスランドで撮影をしないかっていうヨーロッパの人たちを使ってみたいな、はい、まあ、AI の話だしみたいな感じで日本人じゃないよねっていうところがあったんですけれども、まあ、そういうぶっ飛んだ構想を聞いていたので、あ、1人15役か、まあまあまあと思ってたんですけど、なんか 2,3 日経ってから、まあ待てよ、1人で15役と思って、え、普通に考えたらやばくないっていう、なんか、え、これ本当に行くのか行くのかみたいな感じがありました。行っちゃいましたね。でね、それでもうすぐそういうことできる人いないって僕一郎さんに聞いたんです、そしたらもうすぐ即答で、もう英語できて、はい、もう15役演じ分けられる人って言ったら僕はもう彼しか思いつかなくて、夜中の1時に速攻で電話したんですよね。でも確かその次の日に会ってましたよね。2日後ぐらい、次かその次ぐらいにね、はい、会いました、はい、すぐ会いましたね。本当に畳みかけるようにできていったという、普通の役者さんだと多分断ると思うんですけど、はい、彼は電話越しで、僕今でも覚えてるんですけど、たぎりますねって言ったんですよ。そうですね、たぎりました、ね、すごいですよね。すごいスピード感でしたよね。僕ライブ中だったんですけど、今これライブ中で地方回ってて空いてるのこことここだけですって言ったら、監督がもう撮ろう、ここで撮ろう、こういうのはね勢いだから行ったでした。スケジュールをもうそこを駆使しながらみたいな、ね、はい、感じで、また後ほどの役作りについてはお話を、ね、伺っていきたいなと思いますけれども、はい、そしてまあ時代はですね、このチャット GPT など AI に関するキーワードっていうのは本当に一気に、ね、注目をされたんですが、昨年はすでに映画は、まあこれは完成していると思うんですが、この映画を抱えながら AI が注目されていく現象っていうんですかね、どのように感じられたかっていうのをお一人ずつお伺いしていきたいと思いますが、監督からお願いします。そうですね、この映画を撮ってる時に、まあ、AI という言葉が、そんなにまだ出てくる前というか、まあ、出てくるとか出てこないのことではないけども、まあ、学習してコンピューターが人間を乗り越えていくかなっていう、簡単に言えばそういうことかなとも思うんですけど、まあ、あまり簡単じゃない、ね、ただ僕は子供の頃にやっぱ鉄腕アトムとか、やっぱ手塚先生の作品とか、あるいはロボット三原則みたいなものがあって、人間とその知的な能力を持つ機械とどう共存していくかっていうことに関しては なんとなく少年の常識としてあったんで、あまり AI といって、あ、まあ、慌てふためくこともなく、チャット GPT がどうのって特に使うこともなく、でも昨今本当にこれ撮って2年経ってるんですけど、この昨今は逃げられないっていうのはもう映画作りの現場においてもひしひしと、ハリウッドでね、デモやストライキが起きたりするのもよくわかるし、しかしそれとどう共存していくかというのは、いよいよ真剣に考えなくてはならないなという現状だと思っています。ありがとうございます。一ノ瀬さんはいかがでしょうか。はい、まあ、本当に6年前に書いたものなので、今書いて来年再来年撮ったとしたら、まあ、全然違うディベート内容になるだろうなっていうふうに思います。それぐらい、まあ、AI の進化がものすごいスピードで進んでいて、人間の日常に入り込んできているというのをもうひしひしと感じております。はい、2年で本当に急速ですから違ったと思います。はい、そして横澤さんお願いします。はい、今監督もおっしゃられましたけど、これ2年前に撮ったんですよね。でその時ってまだこう AI っていうものがこう生活と、まあ、こうまだ密着してないっていう時期 でさらに舞台っていうところで言うと6年前、その京介君が6年前にこれを書き上げてるっていうのを僕はもう本当にすごいなと思ったんですけれども、この AI っていうものが、まあ、僕はまあ、ドワンゴという会社でニコニコ動画の責任者をやってるんですけれども、やっぱりこうニコ動を16年やってきて、こう機械、こうデジタルとこう人間の心っていうものがどういうふうにこうなんていうんでしょうね、融合していくのかっていうのが、まあ、僕の、まあ、ものづくりのテーマでもあるんですけども、まあ、それをなんか考えていく上で、この AI 対 AI っていうものから、この人間というものはどういうことをこれから考えていかなければ
いけないのかっていうことを考えてた時に、あの京介くんからこのお話をいただいて、これはもう僕のライフワークとして、この、まあ、AI っていうものとこの人間っていうものがどう共存していくのか、あるいはこの自分というものがこの AI とこう比較をした生き方っていうところから僕は脱却しないといけないみたいな、やっぱりことがありまして、なんかそういったことを考えてた時に、まあ、これがもうちょうどできて半年ぐらいしたらチャット GTP が出てきたんですよね、いきなり。そうですね、ですよね、びっくりしましたね。でまさにこのテーマだねっていうような話をしたのをすごく、覚えて、ね、そうですそうです、なんか時代来たみたいななんかね話をしたのを覚えてますけども、はい、ありがとうございます。先取りですよね、本当にすごいなと思います。 そしてスピさんお願いします。はい、ちょっとごめんなさい、難しい話よくわかんないですけどAI って言われてもちょっと正直ピンときてないんですよね。僕はまだ全然ピンときてないんだな、実は。皆さん来てます？なんかチャット GPT でしたっけ、 GDP、GPT ですよね、GDP です、はい、なんか、例えば友達がこうフィットネスジムを作りたいんだみたいな言ってて、うん、あそうなんだ、チャット GPT に聞いてみようっつって、なんかフィットネスジムのアイディア3つくださいみたいな聞いたら、あの一つは宇宙船をベースにしたこうスペーシーな空間のフィットネスジムみたいな、二つ目はこうウェスタンな空気でこういろんなこうなんていうんですか、そういう空気のジムみたいな、で三つ目はなんかこう海賊をテーマにしたみたいな、ろくでもない GP みたいな全然現実不可能だよそれね。いやでもなんかあこうやって使うんだってところぐらいですね僕は。あんまり信用しない方がいいかもしれない、ね、あ本当ですね、はい、そうですよね。980円あの課金したんですけどね、その GPT には。それはちょっと詐欺っぽいですね、はい、でもなあのでも 今後ねその俳優も AI とか、うん、こう入り込んでくるんですかね、どういう形で。声の分野って例えば声優さんの分野はやっぱり AI はもう真剣な脅威ですね。顔ってなかなかやっぱまだ難しいですよね、動画はね。静止画はまあかなりいけるみたいですけど、その声の分野ではあの戦わなきゃ、あるいは自分たちなりにあの権利をどう守っていくのかっていう、声は財産なんでっていう人は結構いますね。そうなんですね、ちょっと緊張してきた。あ、そうなんですかちょっとでも AI で作りやすいお顔なさってちょっと待ってください危ない危ない、今回は全部リアルに撮ってますからね、コピペじゃありません、ね、15体をね演じられました。じゃあもうあのぜひぜひスピさんにあのこちら語っていただきたいなと思いますが、スピさんあの堤監督から、まあ、お話を聞いた時っていうのは、はい、その時は最初はねあの一之瀬さんからだったと思うんですが、はい、実際にはどうでしょうか、現場に入ってとか。現場に入ってですか。そうですね、あ僕あのでも台本読んで泣いたんですよ、家で。泣き崩れたんですよ、絶対俺できないかもしれないって言って。そういう意味ね、はい、感動とかじゃなくて、はい、もう俺にはできないと思ってもうあのテーブルの隅っこに突っ伏して、はい、って言ったんですよ、大男が2年前に。いやでもちょっとその本当俺ちょっと無理かもしれないですって言いましたよね。言いましたよね。一緒さんにも聞いた聞いた。でもこの二人はもう全然ああ大丈夫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 マジかよと思ったんですけど、でもまああの力だって堤監督って言ったら、僕あのすっごいいっぱい見てるんです。ありがとうございますありがとうございます。むしろ大その世代なんです、ど真ん中なんです。ジパングオペラ頑張ってください。ありがとうございますね、いや その中であの、うん、一緒にお仕事できるってもう本当にこれ、はい、ご縁に感謝だなと思って、はい、ワクワクしながら現場の方に入られたということですよね、はいすはい。まあ、これから、ね、ご覧いただく皆様も多いと思うんですが、15体どうやって演じ分けたんですか。はい、15体ですか、はい、あの俳優術の話になっちゃうんですけど、ちょっと僕ここ詳しいんです結構あのお芝居してる。今日調子いいねなんかそう、うん、金髪だからかな、うん、髪の毛かもしれない。キャラクターを内側から作るタイプと外側から作るタイプってあると思うんですけど、内側ってだからその今気温はどれぐらいで気持ちはなんでみたいな、こう内側からこうワーッと外に出すタイプと、外から例えば形、スルメイカが焼けていく姿を、表現してくださいってこう多分なると思うんですけど、それが人間が苦しんでる姿に見えるみたいな、
あの被るみたいなそういう俳優術があるんですけど、それの外から作るタイプを今回はあの取り入れまして、体の、まあ、かかと、膝、腰、あと腕の位置、顎の位置が、前か後ろか、外に開いてるか内に巻いてるか、はい、こういうところで、全部15体の器をまず作って、はい、で、セリフはもうあれじゃないですか、いっぱい決めたじゃないですか、あの、はい、何でしたっけ、モーガン・フリーマンとか、そうそう、役者、役者さん、はい、ハリウッドの役者さんのそのイメージが、あの言葉遣いにも入ってたので、それ、その器の中でそのセリフを言えばその役になるだろうという確信のもと15役作りました。これこう言うと簡単じゃないですか。ああ、そういうメソッドがあるんだなと思うじゃないですか。できないよそんなこと。モーガン・フリーマン言われてもね、僕らじゃあ、声は渡辺謙で、ね、ちょっと内股で、はい、でもこれ何番の人がそうでしたっけって、まずそこを覚えるのが大変。それがね、本当に機械のように入ってたからすごいなと思って、びっくりしました。ありがとうございます。次何番ですかとか自分で聞いてるんですよ。でカメラマンが4番撮りますって、4番はいこうねとかって。本当ね、そんなポップな感じだったのかな。本当です。でもスタッフの方がね、ちょっと4番4番4番なんだろう4番とか思っちゃいますよね。いや、もう見事でしたね。記憶力天才。僕らここに番号出るから分かりやすかったですね。そうそうそう、この人は見えないですもんね。赤い光ってる。下手すると番号も自分で変えてたよね。ここにスイッチがあるんですよ。そんなことをバラしながら見るとあんま面白くないかもしれない。いやーすごいですよ。でも須美さん、なんかこう思い出に残るようなシーンというか撮影ってございますか。はい、いやもう本当に目まぐるしくて、もうバン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 あの進んでったんで、順取りっていうんですか。そうですね、はい、コツコツ行こうコツコツ行こうって、ずっと監督がコツコツ行こうって言ってくれ、はい、コツコツ行こうって言ってくれたので、それだけを信じて、でそのあの山登りのように一歩一歩、あの終わらない現場はないというね、言葉があります。かっこいいですね。そこも自分に対する言い訳です。もうちょっと頑張れば終わるんだっていう。すごい不思議な現場でしたよね。本当スピ君しかいなくて、ずっとなんかスピ君なんだけどスピ君じゃないっていう、このなんかすごい不思議な感覚でなんか撮影を過ごしたっていう、今までにない撮影ですよね。あと位置決めるのでね、スピ風の男があと3人ぐらいいたんだけど、はい、いたけど、まあ、その人たちは日の目を見ることがなく、ちょっと肩がちょっとだけ映ってるとかあるかもしれないけど、はいはいね、影とかね、ライティングとかもね、影がね、これはちょっと自慢すべきことなんだけど、現場でいろいろ照明はどうするんだっていうね、まあ、広い空間で15人いるつもりになって見てるわけですよね。でこれ合成だからどうすれば一番その手間が省けるか、あ、照明を頭の上の真ん中に吊れば影は全部外に行くからっていうのが当日朝気づきましたですね。そうだったんかい、はい、当日だったんですか。当日そうだったの、はい、あれ気づいてなければ、ちょっと影の位置がもうちょっととか言ってかなり揉めてたと思うんですよね。そうだったんですね、はい、いやもう絵作りの段階でとっくにもう違います、違います、降ってきた。15体を一人でやるのも降ってきた。もう全部降ってる。すごい、全部降ってきたんですね、堤さん今回は。ヨギボーってすごい喋りたくなりますね。そうですね。居酒屋にいるみたいよね。ぜひ一家に一台ね。もう本当にリラックスしたムードでございますがね、まあ、改めてなんですけれども、完成した作品を見た時の、ぜひ皆さんの感想をお伺いしたいんですが、一ノ瀬さんからお願いします。あ、僕から、そうですね、まあ、舞台でやった時はその15人が当然一人ずつ演じていたので、まあ、カラフルな感じだったんですけど、今回はマスピ君が一人でもう真っ黒で、黒いやつがずっとこういるわけなんですけど、なんて気持ち悪い映画なんだろうっていうことが まず第一印象で、ものすごく気持ち悪いぞと。でとにかくのこの気持ち悪さから、でもすごい言ってることはめちゃくちゃ真面目なんで、見終わった後に、あ、なんかちょっといいもの見たなっていう、なんかこうちょっとこうなんかすかされた感っていうか、そういうのが第一印象でした。自分で書いておきながら、ね、ご自身が、ね、生み出したものですけれども、ありがとうございます。まあ、スピさんは演じられたんですけれども、まあ、出来上がるとやっぱり編集だったりとかで完成した作品を見て、はい、まず最初にどのように感じられましたか。いや、
変な映画って思いましたけど、でもうわすごいなと思いましたね。その後から見てますからね、これやってて構成して本当にいるみたいみたいな、15体本当にいるみたいだし、あと音がその包みイズムみたいな始まり方するんだって思っちゃってるんですけど、僕はあの最初の始まり方とか、うわ堤さんの作品っぽいみたいな、間とか音とかなんかそういうのに感動しちゃいましたね。はい、ありがとうございます。そして、では横澤さんに。僕は一番最初見た時になんかすごい終わった後の不思議な感覚があって、これを果たして映画なのか邦画なのか洋画なのか何なんだみたいな、本当に今まで見たことのないなんていうんでしょうね、映像作品というか、だから僕がこれまあプロデューサーという立場でこれをどうしたらいいのかなっていうのはまあ正直一番最初は悩んで、で京介君と一番最初話したのはこれちょうどコロナ禍だったんですよね、これ撮った時が。なのでその映画館で描けるっていうことが結構現実的ではなかった時代なんですよ。なのでこれをじゃあネット上でどういうふうに流行らせるのか、だったらなんかメタバース上映とかがいいんじゃないかとか、なんかあんまりこう映画館で上映するっていうことを考えないで作ったっていうこともありますし、作れたっていうのもありますよね。逆に、映画館で上映するっていう風なことを決めていたら多分こういう作品にならなかったんじゃないかなっていうのが、確かにすごく見どころだと思うんですよね。なので僕はなんかこれがね、こう劇場公開されるっていうのは皆さんがどういう反応していただけるのかっていうのはね、すごい僕は楽しみなので、ぜひなんか感想とかをね SNS とかでぜひ書いていただきたいなと思います。はい、監督はいかがですか。まあ、ご自身で作られたんですけれども、私はね、はい、まだ編集したいぐらいな気持ち、もういろんなトライアルができる、いろんな角度で作れる作品なんで、でもあの自分の及ばないところでものすごい効果的だったのは、まあ、ラストにあのボーカロイドである906って方がお作りになった IF っていう曲がですね、これが非常にデジタルなあの作りでありながら、まあ初音さんですしね、ありながらでもめっちゃ人間的なんですよね。そうですね、そこが非常に心地よく決まったなっていうんで、やっぱり人間の作り出した作品だなという着地ができたのでちょっとほっとしました。はい、主題歌も監督とどういう風な人に歌っていただこうかっていう話をした中で、やっぱりまあ僕がニコニコ動画をやってるっていうところもあったので、せっかくだからもう初音ミクボーカロイドで行こうっていう風に言ってくださって、でニコ動のいろんなクリエイターをこう見ていただいて、その中でその R906 さんというあのクリエイターの方がいるんですけれども、その若いクリエイターの人と監督がですね打ち合わせをしてくださって、本当にこうデジタルバーチャルの世界なんだけれども、この人間のこう深いそのなんでしょう、人間臭さをこう出してほしいというオーダーがですね見事にはまって、あの今回主題歌になっていますので、そこも一つの見どころです。この間ニコ町会議で906さんのステージに無理やり上がりまして、私68よこう DJ まがいなことを数秒参りました。3000人のなんか、ね、すごかったですね。DJ ステージで堤監督が出てイエーイみたいなすごい光景でした。あれは68だとかって言いながら受けてた。いやもういろんなめちゃめちゃ興奮しましたね。あれあのこれでね本編で、まあ、まだご覧になってない人はあれかもしれないけど、うん、非常にあのスピ君が面白いようになってますんで、はい、ラストのエンドロールのところにご注目いただきたいんだけど、はい、特に右から1番目の人か2番目のスピ君を注目してて見ててください。わかりました。右から2番目ですね。はい。さあなったっけな。はい、ありがとうございます。貴重なねお話ばかりありがとうございます。さあそしてですね、昨年のマドリード国際映画祭にて外国語映画として監督賞、主演男優賞、脚本、サウンドデザイン賞の4つのコンペティション部門にノミネートされまして、スピさんが外国語映画最優秀主演男優賞を受賞いたしました。おめでとうございます。ちょっと改めて、ね皆様の前で、はいぜひぜひこの気持ちを語っていただきたいですね。行ったんだよね。行きました、マドリードに行きました。はい、どうだった？いや最初は行っ
ただいた瞬間は正直そんなに実感なくて、でなんでこんなにも実感がないんだってちょっと思っちゃったんですよ。でそれを飾ってホテルの部屋でもうすぐ寝たんですね、夜9時ぐらいに飾って、その眺めながら寝て、で朝起きてもう一回見た時に、そのこのメダルは俺一人で取ったものじゃないんだなって思ったんですよね。例えばその英語は僕の両親が教えてくれてますし、お芝居はお父さんから教わってるし、一ノ瀬さんとの出会いもあって、堤さんとの、出会いもあり、いろんな俳優だったり自分の仕事だったりファンのみんなっていう出会いがここに連れてきたものなんだなっていうのと、みんなで取った賞なんだなって思った時に突然実感が湧いたんですよ。あ、これみんなで取ったのかみたいな、あ、だから俺一人の力じゃない感じがするのかっていうのが率直な感想でした。でもその評価してもらえることっていうのは今後の人生、俳優人生の中でもすごく自信につながりますし、俺マドリードで撮ってるからね俺主演男優賞撮ってるからねっていうのはこうやっぱ言える、パフォーマンスとしても言えるっていうのはかなり、はい、嬉しいことだなと思います。そっちが9割だよね。じゃあちょっと待ってください。いやすごい、ね、やからじゃねえか。まあ、今後も、多分ね、また横澤さんが世界に、ね、持っていってくださるんじゃないかなと期待をしております。頑張ります、はい、ありがとうございます。さて、あっという間のお時間でございますけれども、最後に皆様から、これから映画をご覧になる皆様に、メッセージをお願いしたいと思います。横澤様からお願いします。はい、今お話をした通り、すごく今まで見たことない、作品になっているというふうに思いますので、ぜひそこを楽しんでいただければというふうに思います。でこれを見ていただいた後、ニコニコ動画でですね、5月の24日から、ウェブ最速上映をしまして、うちのサイトは、コメントを見ながら楽しむことができますので、ぜひこちらを見ていただいた後、こう共感共有をこうコメントをしながら見ていただくというようなこともぜひ楽しんでいただければなというふうに思いますので、ぜひ、この映画シングラー、楽しんでいただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では一ノ瀬さんお願いします。はい、そうですね、もともとこの作品を書いた時に、なぜ書こうと思ったかっていうのがありまして、AI を通して AI アンドロイドを通して、今一度こう人間の尊さを思い出したい、なんかそんな、思いから書いた作品なので、ぜひこう見終わった後に、あ、やっぱなんか人間ってこういうところがいいよなとか、そういうふうに思いを巡らせていただいて、もし自分だったらどういうふうに考えるかみたいなことを、まあ、SNS 上とかで、なんかそれこそディベートをこう繰り広げていただけたらすごく嬉しいので、そういうふうに皆さんでぜひ盛り上げていただけたら幸いです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では堤監督お願いします。15体出てくるんですけど、キャラクターが、演じてるのはね、スピ君一人で、いろいろと作ってるうちに、もちろんセリフの抑揚とか訛りとかね、声の特徴もつけました。それから動きは全部スピケンが独自に開発して作りました。もう全部違って見えてくるんですよね、これ不思議とね。一人が演じてるんだけども、しかし、そこで語られてることっていうのは、その AI とかアンドロイド君が持っているなんていうんですか、個人の記憶であり、人間の記憶であり、それのサンプリングであり、しかしそれってどこか全部15人分全部どこか自分に近いところがある、あるいは同じだったりするわけですね。それは本能だったり、欲望だったり、あるいは悔しさだったり悲しさだったり、どこか全部自分にあることなんですよ。だから15体あるんだけど、まあ、1人の話だと思っていただいてもいいし、いろんな見方、参加の仕方ができる作品なんで、今後、まあ、劇場で見ていただいた後にいろいろ一緒に育てていっていただけるといいなというふうに思います。ありがとうございま す。それでは最後に一言、スピさんお願いします。ここで見るんですよね。いや、すっげーでけー、いやー、いいな、めちゃめちゃ楽しんでってください。はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、
ここからマスコミの皆様による、フォトセッションに移らせていただきますので、一般の方はですねちょっとお待ちくださいませ。座ったままのフォトセッションでございますね。はい、ちょっと今寄せますのでね、少々お待ちください。はい、ちょっとお待ちくださいね。今からちょっとね、あのなかなかこう立つのがね大変でございまして、だいたいこうね座ったままの舞台挨拶もすごいなと思ったんですが、フォトセッションでこれどうですかね、初めて見ませんか皆さんね、これびっくりしました。はい、それではまたお座りください。すいません、立ったり座ったり申し訳ありません。ではマスコミの皆様、あのスチールの皆様からですねお願いいたします。ご準備いいですか。めっちゃチェックが入りましたね。なかなかね、はい、本当に気持ちが良さそうですね。はい、はい、ではちょっと低いですが難しいですね、なかなか。いや、あのねこうソファーにどうでしょうか、 OK ですか。はい、あ、じゃあではスチールの方どうぞ、まずセンターからお願いします。お声掛けお願いいたします。よろしいですか。はい、ありがとうございます。いただきましてお願いいたします。ゆみさんお願いします。はい、 OK でしょうか。OK でしょうかって言っちゃいました。はい、ありがとうございます。ということで本当に ありがとうございました。今スタッフがですね、準備に入らせていただきますので、これ皆様立ち上がっていただきましてですね、このままではねお帰りできませんので、はい、ありがとうございました。本日ご登壇いただきましたゲストの皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ゲスト監督、横澤プロデューサー、そして